いや、笑っちゃいました。おじいさんと思ってあーちゃんごめん、おじいさんだわーって当日までおばあさんの声で会話したりとかなんかそれでは皆様から一言ずつご挨拶を頂戴してまいりたいと思います。まずは高山さんからお願いします。はい、今日はお越しくださりありがとうございます。原作トラペジウム書かせていただきました高山和美です。短い間ですがどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあゆうきゃさん。皆様本日はお越しくださりありがとうございます。東優を演じております結川あさきです。本日は短い時間ですがトラペジウムについて皆さんと楽しくお話できたらなと思っています。よろしくお願いします。では西野さん。はい、皆さんおはようございます。朝早くからありがとうございます。老人A、B どっちだっけB 老人 B かも。私 B を演じさせていただきました西野七瀬です。今日はよろしくお願いします。では内村さんお願いします。はい、この並びの中で浮いておりますが白石舞のつもりで頑張りたいと思います内村です。よろしくお願いします。内村さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。観光ガイドボランティアのおじいさんを演じてくださっておりますけれども、はい、この出演のお話を聞いた時の印象というのは西野さんいかがだったでしょうか。いや、笑っちゃいましたおじいさんと思ってそのおばあさんとかならああすごいああって思うんですけど、おじいさんと本当にみたいなやったことないからはいだったけど、そのかずみんと2人でそのおじいさんと、内村さんとっていうのを聞いて、あ、一緒にだったらなんか心強いかもって思いまして、すぐあやりたいですって答えました。役作り大変ですよね。そうですよね。役作りはなんかしたいや役作りはなんか一応前日になんか練習はしてみたけど、わかる声枯れないかなって。そうそうね、枯れた方がおじいさんっぽくなりそうとかで、どうにか枯れないかなって思いながら素晴らしかったですよ。はい、ただ私別日でアフレコ別日だったんですけど、完成したのを見てほぼほぼ高山和美は喋ってねえなってすいません私の方がセリフ多かったっていう七瀬さんに結構任せっきりだなってちょっと笑っちゃいました。そうなんです、すいません。なんかすいません、なあちゃんになんかお願いした時、なんかお寿司屋さんでちょっとなんかなあちゃん実はっていう話をしたんですけど、その時はいやなんかおばあさんでいけそうだったらおばあさんなんだけど、もしかしたらおじいさんになっちゃうかもって思ってでおばあさんでいける頑張れって思ったんですけど、なんかいろんな事情でやっぱりおじいさんになっちゃってあなあちゃんごめんおじいさんだわって当日までごめんと思ったけど、もうめちゃくちゃおじいさんに近づけてくれて自分で見たらもう自分の声でしかなかったから難しかった。もっと高みを目指したかったわかる。でも私も撮り直したい、もっとこうすればよかったかもしれない、すごい思っちゃった内村さんはどうなんですか。そうですね、やっぱ声優コアラ以来の大役ということで頑張って臨んだんですけど、6カ国語を話すガイドさんという感じでね、結果英語など話すことなくアフレコ終わってしまいましたけれども、もっとおじいさんにもっとおじいさんにってすごい監督さんに言われて結果こういう感じになったんですけどもね、じゃあなんかちょっと仕上がったの見てちょっと恥ずかしかったですけどね。そうですか。はい、なんか大丈夫かな違和感ないかなとか思いながら、いやなかったですよね。全くなかったですし、やっぱりこう伊丹さんは本当にお優しいおじいさんの役だったので、その優しさっていうのが内村さんの優しさという部分となんかこうマッチしていて、すごく素敵な伊丹さんありがとうございました。いやじじい役は初めてだったすいません、ありがとうございますね。面白かったね。一緒にできてよかった。多分一人だと恥ずかしすぎてもっとなんか声出なかったかなと思うけど、やっぱ隣にいるから全然笑いながらやってた。楽しみながらできた。なんかブースでもう本当2人だけ入って、でこう聞いてくださる監督さんやスタッフさん別の部屋で聞いてくださってたので、なんか本当2人で楽しみながら。させていただきました。でもね、仲のいいお二人が相手がおばあちゃんみたいな、あ、おじいちゃんになって喋ってるっていうのはなかなかこれまでないことだろうからでもまあそんな違和感そうね、そのね、よく遊びをしてたので、当時グループ行った時は結構おばあちゃんのおばあさんの声で会話したりとかっていう遊びはあったんで、なんかこういう感じなんですけど、それはどこが面白い？いや、なんかそれはもう二人の世界で、はい、二人の世界でよくやってました。おばあちゃんになって喋るっていう。はい。で、あ、うまいみたいな。そう。あ、うまい。うまいって言い合う。いや、言い合うっていう。まさかこんなところで生きると思いませんでしたね、それがね。